シオンの弾丸すげえな。銃よりも飛ばすなんてね。そもそも勝ったことも、あったか。はいはい、先に進むよ。サクッと蹴散らしてやら、上半身をバラバラにしてやる。俺たちが押してるぞ。さあこの調子でいくぞ。任せとけ。こう飛ばれるとやりづらくて仕方ねえ。シオン、頼めるか。これで終わりだ。その調子で続けて。ああ、決めてやる。私も援護するわ。もらった。子供だ。シングル精霊力をまた来る。私、確実について。なんか機嫌いいな。見事な勝利だった。そろそろ牧場の動物たちが育ったかも。気をつけろ。誰かいるぞ。蛇の目、なんでここに。それにその仮面は。待て。ニズの人たち同様、反応が薄い。やはり仮面のせいでしょうか。おそらくな。彼らはレナ支配の復活を望む一派だ。本来なら仲間を呼ぶなり攻撃してくるなりするはず。その彼らさえおとなしくさせる仮面。ナザミルは一体何を始めたんでしょう。わからん。推測するにはまだ情報が少ない。奥に見えるのは下病のようだ。なるほど、拠点にするには手頃だな。ナザミルもいるといいのですが。行きましょう。ナザミル、早くこやつを、この男を殺せ。いやしくも水の鋭ともあろう者が他人の力にすがるのか。何のために今日までお前を飼ってきたと思ってる。早く、早くやるんか。
ナザミル。他人にすがる者に力の信奉者たる資格はない。死ね。強者が上に立つ者こそが正義。力の前には違いも無意味。そう私に言ったあの人も結局は死んだ。誰もが戸惑う、嫌う、拒む違いに、私に。下病を調べるんだろ。早く行こうぜ。一応もらっとくか。ちょっと牧場の様子を見ねえか。クルルがお腹すいたって。さっき腹を鳴らしてたのお前だろ。蛇の目の奴ら放っておいていいの？私たちのことも認識していないみたいだし、大丈夫だと思いたいわね。いきなり後ろから襲ってきたりしねえだろうな。どうしてそういうこと言うかな。転移装置があるわね。奥まで一飛びできたら楽なのに。アルフェンでも開かない扉があるんだね。仕方ない。まあ、他の道を探しましょう。ここまでは無事に着けたな。釉薬の素材を持ってきた。品質はどうだろうか。おお、素晴らしい。これなら間違いなくいい釉薬ができるぞ。じゃあこ
これでようやくティオハリムの理想のお皿ができるんだね。理想か。うん。どうしたの？彼の皿の美しさの理由を改めて考えていた。なぜこれほどに新鮮で魅力的に見えるのか。それは異国の素材たちが一枚の皿を介して融合し進歩しているからではないか。この皿はかつての壁ある世界ではたどり着けなかった新たな境地を我々に見せてくれているのだ。つまり国から国へ行き来できる今だからこそ作れたお皿ってことだね。そう、いわば新しき時代の象徴ともいえよ。私もこんな皿を作りたいものだな。ティオハリム嬉しそうだね。うん、陶芸の新たな扉を開いた気分だ。創作意欲が泉のように湧いてくる。さあ我が手で作り上げてみせよう。新たな世界にふさわしい新たなる芸術を。よし、じゃあその気迫を土に込めてみな。焼くときは俺の釜を使えばいい。釜？そうだ、釜。私としたことは。え、どうしたの急に。新しい世界にふさわしい新しい皿を作るとなれば、それにふさわしい新たな釜が必要だ。え、別に釜まで新しいのを用意しなくてもいいんじゃないかな。いや、芸術とは作り手のこだわりの末に生まれるもの。ここで妥協するわけにはいかん。そうなんだ。ちなみに釜を作る場合はどれぐらいかかるの？ざっと見積もって1年はかかろう。1年？まずは良い石を見つけねばな。今度はメナンシアで探してみるか。はあ、肝心のお皿はいつできるの？やはり釜の素材について彼からもっと話を聞いてみた方が良いだろうか。ま、今度にしてください。そのまま丸一日話し込んでしまいそうですから。もう怒らないのかキサラ。怒って変わるものではなさそうだからな。それにティオハリムがこんな風に自分の好きなことに打ち込めるのは嬉しくも思えるんだ。この地から始まったのだな君たちの旅は。ああ、ここでシオンと出会ったんだ。そこから全てが始まった。二人が出会ってなければ私たちみんな今とは違う関係になってたかもしれないよね。もしアルフェンやみんなと出会えていなかったら。いえ、そんなの想像してみるのも嫌だわ。生きてるといろんなことがあるもんなんだな。いいことも悪いことも。確かにな。悪いことを懸命に乗り越えればその先には良い未来がある。そう信じていたいものだ。